はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はシラスサクチャレの思想をやっていきたいと思います。まあ不眠症ついてるんですけど、そのままやっていきましょう。でデッキの方はね、一応こんな感じで組んでみました。ヤギウちゃん以外は特攻さんですね。まあ一応コンセプトとしては特攻さんを詰めるだけ積んで、まあ得意練習もね、ボーナスがマックスになるようになってます。でまあフレンドのねところは、なるべく解放レベルの高い、キャラをお借りするとして、自前のね特攻さんキャラがちょっと解放進んでないなっていうところが気になりますね。で特攻2に関しては、ヤギウちゃんがプラ5かつ、ここで打撃を入れることによって、得意練習5種類になりますので、まあ、ヤギウちゃんを連れてきたというところですね。最初赤から入れようかなと思ったんですけれども、まあ、特攻2を見てみたらヤギウちゃんが入ってたんで、あ、じゃあプラ5のヤギウちゃん連れてこようかなと思って入れてます。であとアイテムの方なんですけれども、今回ねお守りだけしか持ってきてないです。多分ガチるときは天才の入部届、持ってくると思うので、ただね今回天才の入部届使うのはさすがにもったいないので、お守り1個で、やっていきます。まあ不眠症はちょっとまだ置いといていいかな。まあお二人かな。あとはイベント系をどうするかだよね。切るものは切った方がいいんで、寝れないし、いきなり。小高ちゃん、ヤギウちゃん、国樹くん、どうしよう。なんか最初の方はな、よくわかんないから、通院して直しとこう。まあ、感覚をね、まだ直んねえし、つかめればいいんで。まあ、エクちゃんが出てきたらちょっと追ってラブパワーで直してもらうっていう方向でいいかな。妄想関係っていうかコツ関係も何にもないんで、いやちょっともう一回通院しよう。2回ねかかるとねちょっとめんどくさいですよね。まあ、今回はねシラスキャラが特攻2なんでね。でホムラちゃんもね、通常のねホムラちゃんがプラ4なんで、あと1上がればねプラ5になってバレホムラちゃんにぶっ込むんですけど、36だけどパワーはもう上げられないよね。筋力が全くないから。あーどうしようかな。これだったらちょっとエクちゃん優先的に上げよう。やっぱりねクリスマスの経験点はね取っておきたいんで。ちなみにこの編成だと前なん後なんなの。みなずきくんは前だね。で国樹くんは後、ちなみにエクちゃんも後、小高ちゃんも後、ホムラちゃんも前、ヤギウちゃん後だったよね。つまりいくつここバランスは悪くない。前後のバランスは33になってる。待って、前にあと4、前をちょっと考えよう。ホムラちゃん、みなずきだけかわからん。ちょっともう一回見よう。デッキ見ますね。あと前前あとあとあとか、あ前にあと4だね。メンタルは持っていけないんで、ムードとか体当たりが来そうな気もするけど、まあいいや。ムード来たね、普通に来たね。じゃここら辺でね天才に覚醒してれば多分青骨を踏めたと思うんですけど、どうしようかな。2か肩2か、いや筋力が全くないわ。いいや、ちょっとエキちゃんの評価上げよう。まあ、例によってね、あとは報酬が誰になるかだよね。なるみだったらね、ちょっと取りたいよね。ただね、俺、風なぎもね、全然取れなかったからね。なるみくんはね、本当にしらすでね、役立つんで、取れれば取りたいですね。なんか変な人来たね。どうするこれ。まあ、元気になりたいでいいや。
お試しくんなんでこいつは。ああ妄想評価乗ってるんだっけ。評価乗ってたら妄想しよう。乗ってなかったらいいや。乗ってない。通常イベントか。まあそれで評価を乗せられるっていうのはありそうだけど、これ誰、これ誰、どっち、小村ちゃんと国司君両方ってこと。いや無理だな。37貧瘍が高そう。いいや、やろう。ちょっと年内は厳しいかな。もう来るね。ムードへっすら。さらにここでポイントが、貴重なポイントが下げられる。で赤、D、守備もう無理だね。やはり天才がないと前半が厳しいね。フォアヒッターくれたけど、エクちゃんか。どうしようかな。やっちゃおうかな。ちょっと一回やっちゃおう。もう10月だからね。もう大きさが違うでしょ。全然さっきの怪物みたいなやつの方がでかかったけどだ。一緒に探そう。これ別に心霊現象とか関係なくね。ポイントとしては40か、まあ、ヤギウちゃんがいるにはいるけど、水月とかパワー高いんだね。そこまでめちゃくちゃ高い印象はなかったんだけど、キャッチャーとか。お、告白が来た。まあ、招き猫なくてもね、告白はね起こせるからね。それがいいよね、シラスは本当に。だから俺はもう普通に多分ね、お守りプラス天才の入部届で行くと思います。まあ報酬だよね、やっぱり報酬。これは一応続けておこう。まあポイントは一応最終的には確認するとして、ムードとヘッスラはさすがに1で掴んじゃっていいでしょう。ヘッスラとムード体当たりは50だから置いておこう。体当たりが来ないことを祈る。てか小村ちゃんのイベントが起こることを祈る。固め打ち、よし。まあここら辺も普通に続けていきましょう。あとこういう試合でもね、勝てるかどうかだよね。結構ここら辺の経験点バカにできないからね。しらす作者ではね、やっぱり野手でやりたいよね。投手はきつそうだもん。試合がねほんときつい。まあ普通に負けたけど、まあ、手応えだからね。今回手応えをつかめればそれでよし。デート長、ネクちゃんとか最初に使ったっきり全然使ってないな。これなんだっけ。クマさん、アナシを呼ぶ友情、これが金徳だよね。うん、その通りだと。ヤギウちゃん入れるんだったら、ああそうか、守備要員星空星光くんでもよかったかなと思ったけど、星空星光くんはあれなんだよね、得2なんだよね。C とかね、無理だなこれ。
強い、高えわこいつ。まあ、コツはいいもん持ってるから、まあ、コツ1でもいいとして、チャンス。こいつら何、あの防具つけないでやってんの。精神的支柱はあれだよね、不確定だよね。これどれでもいいんだっけ。ストレッチしよう。技術がめちゃ入る。マホムラちゃん、あーここは結構あれだね、強化が上げられるね。これ2回目だよね。まあ、エクちゃんもね、全然イベント数少ないんで、前にあと呼んでも大丈夫だと思うんで。あ、でも招き肉持ってきてないのか。どうなんだろうな。ハイボールヒッター、ようやくタックがつかめつつあるけど、肩か、肩は上げられるね。タックが来てるんだけど、まあやっぱりこっちこっちでいいでしょう。まあ別にね、経験点は変わらないんで、コツをどうする、これ潰した方がいいのかね。まあ、合格打法っていうね、かなりいいもんもらえたけど。特にね、赤コツの場合はね、意味ないからね、潰しても。まあ置いておく。赤コツ37、10上げられるかな。まあ、打撃力はちょっと上げておきたいから、コブ、コブとかさ、キャッチャー用のコツじゃん。メンタルに赤があるか。どうこれ41、なんか全部使えばいけるかな。ギリギリ、お、結構ギリだけど乗ったね。よし、ここにしよう。やっぱり天才の入部届がないと年内がなかなか難しいね。他乗ってない人は、福岡ちゃん乗ってないのか。でも次あれなんだよね。うん、まあいいや、やろう。クリスマスが来るからちょっと回復はもったいなかったけど、こいつユニフォーム姿で寝てたのか。まあ別にいいけどね、どういう格好して寝たっても。解放したいね、やっぱり。36でいいかな。青が優先されるよね。40にしとこう。とりあえず一応国塾も合わせれば筋力は2人いるから、高速チャージ、ほい。もうすでに不眠症で2週間使ってるからね。あ、危ない危ない。そんなに吹っ飛ばされるか。どんだけ強い体当たり食らったんだよ。まあまあまあ、あ、打撃吉ってさ、やる気2段階上がるんだ。あんまり気にしたことなかったな。これはまあ普通にいきましょう。もういいよ別にコツ潰さなくて。経験点が重要だからね。シラスサクチャルについてはもうやっぱり結構特攻がもう全てだね多分。これってどっちがいいの。こっちやってみる。もらえる経験点が違うだけ。
守備か、こっちでいいや。だからやっぱり青骨をどれだけ踏めるかっていう感じだよね。シラスはね、あんまりこう爆発する高校じゃないんで、本当にね、特攻のパーセンテージが重要だと思います。 PSR とかはな、自前で持ってないからな。あれ、これは成功した？成功したね。あんまり喋ってて気にならなかったけど、まあ普通にタックでいきますか。これは回復だね。まあね、なぎちゃんもねいいんだけどね、今回特攻さんにエクちゃんがいるからな。二股はちょっと厳しいよね、しらす二股は。よし、チャンスコツを掴んでどうしようかな、特にっていう感じだな。デート進めておくか。そうか、小高ちゃんのイベント数が結構多いから、招き猫ないと妄想しない限りは完走できなそうだな。ここら辺ってどうなの、まあ、一応謝っとこう。いいよね、そう、公園で寝るとかそういうデートが憧れだよね。やっぱり総力がちょっと足りない、一応意に合わせておこう。あとは青骨と赤骨を調整しつつ、コツは潰さなくていいと思うんですよ。コツ潰さないで能力の方に振っていけばいいと思うんですよね。だからまあパワーヒッターくらい、まあ、取ろうとしても、C か、これは無理だよね。まあ、普通に練習しよう。チャンス、今チャンスいくつ？バレンタイン、あれ、いくちゃんどんだけくれんだっけ。おお、いいねいいねいいね、経験点めちゃくれんね。でさらに小村ちゃんもあって、で小高ちゃんはね選択肢が出るんで、選択肢どれがいいんだ、なるべく経験点がいいよね。さあ今日も一日頑張るぞって、こいつ最後なのに。本当にもらっていいの、これにしよう。うんうんうん、50いくつもらえるね。筋力 B とか、これは届かないよな。ちょ、上げられるだけ上げる。いや無理だな、ちょっと無理。まあ少しでも経験点稼いでおくか。小高ちゃん一回筋力で上げてるよね、パワー。47、これも持っていけるね。じゃあ C にしよう。あ、 C じゃね、 D か。小高ちゃんがどんどん強くなっていくな。あ、ようやくかよ、ようやく総合力 D か。結構痛いな。ヤギウちゃんかホムラちゃんか、どっちにしようかな。ホムラちゃんにしておくか。ちょっと体力なくなってきたね。代打、タックは来てるけど、デート進めよう。エクちゃんはデートでも結構経験点ってか、かなりくれるよね。か
かなりくれるっていうかめちゃくれるよね。これどっち海行こう。これはシラスの見せどころだ。どうなのこれ、すげえ気持ち悪いんだけど。いやー、やっぱりこれはエクちゃんで行こう。特攻さんエクちゃんで行くか、確定だな。キューパー、え、さっきでも体力が回復しなかった。なんだかんだで4回目。これ結構さ、ここナンパされる世界だよね。ミサちゃんとかも海でめっちゃナンパされてるけどさ、柄悪いやつらばっかだな。おお、いいね、めっちゃ回復したわ。これどっち、どっちでもいいわ。練習ストライク送球、こっちストライク送球か。72だから守備45、敏捷が足りてないね。競争心、タック40の、あ、絶対こっちだな。初小高ちゃんか。赤40の70、どう、全然肩上げてねえな。あ、いけそうだな、行こう。取れるときに取る。これ穂村ちゃんもう肩マックス。不思議な踊り、これ2回目か。ストライク送球かぶるね、別にいいんだけどさ。体力がなくなってきた。これは別に体力回復とかはしないよね。特に何もなさそうだからデートしよう。これで一応エクちゃん完走か。エクちゃんもどっちがどっちだっけ、分からん。文字 T シャツでしょ、無難に。体力回復しない。10%D52 いけるな。 10% だったらやってしまうか。 C まで上げちゃおう。あ、もうそうでもいい感じはするんだけど、体力回復も兼ねて体当たり、まあいいよ。普段だったらゲーとかなんか言うけど、D だな。確実に経験点取っていきたいんだよね。どうしよっか、一回妄想しちゃう。これどっちだい、これなんか選択肢が多いキャラばっかだな。金徳わからんわ。これ下が確か精神的支柱だよね。上にしよう、体力回復しろ、しない、まあいいや。頑張ってくれたまえ。あれ、水月くんが試合経験点ボーナス持ってるんだっけ。あんまりね、特攻さんも最後点取られやがった。選択肢がないからね。これで小高ちゃんも完走ですね。経験点もまあまあまあ悪くはない。15%か、寝ちゃおう一回。ここから練習。
チームワーク今いくつ C とか C になった、そもそも。まだ D だし、メンタル47上げてこう。じゃあ D にしよう。ちょっとパワー普通に打ちたいんで C まで持ってきましょう。でパワーヒッター取りたいな。なんだかんだで試合でね打てないとね経験点下がっちゃうからね。盗塁アシスト、この報酬はどっちがいいの、まあ、様子を見よう。なんか全然イベント把握してねえな俺ここら辺のキャラ。赤、D これ週1か、敏捷がな少なすぎるんだよな。いける、あいけてない、大丈夫だね、割とギリだけど。やっぱりこれ天才持ち込もう、ガチでやるときは。まだまだね枚数は残ってるんで、今黒金ね強化が来てるんで全然天才の入部届使ってないんですよね。真ん中体力回復したよねこれ。よしよしよし。で赤い A87 とかどうだ、技術と精神はめちゃあるぞ。 S まで持ってくるか、せっかくだから S にしよう。ヤギュちゃんこれでカンストだね、追い打ち。筋力、これが長いんだよね。これがミート多用、まあ、普段ならいらないんだけど C63 持ってけるな。さすがに B までは持ってけないんで、おとなしくここで止めておこう。盗塁、もうコツがどうなってたかさっぱりわからん。もう無理だねこれは。さすがに無理。どうする、一回妄想するとチームランク上げないとさ最後に経験ってもらえないんだよね。これはこれで体力回復ができるはず。どれだ、一番下ではないことは確か。みんなで食べよう的なやつ、これか。どんだけ回復するっけ。おお結構回復するね、いいね、持ち直した。青青青どっちがいい。パワーを上げておきたいな、筋力が欲しい。村ちゃんのパワーを上げよう。村ちゃんマッチョすぎでしょ。女性のパワー S とかなんかちょっと怖いよねプロレスラーかっていう。でパワーヒッター欲しいけどな、パワーを B にするか、それでなんとかごまかそう。ミートは S あるからね大丈夫そうかな。負け運、これは見送る。変化球結構投げてくるね。嫉妬、球速が遅いからね嫉妬は捉えられるな。ヤギちゃんとか足遅っ。一回も走力練習してないんだな。こいつ150キロなんて投げるんだ。
150キロとか相当速いよね。バッティングセンターでもさ、本当に小学生とかがやるやつすら打てないからね、一番下のやつ。まあ引きこもりだからね、そういうことは全然やんないんだけど。青いのがあるね、守備。チャンス、チャンスは5だな。パワフル高校スバル、なんかあげる。総力 C にしておこうか。守備とかしょぼいな。 D にしておこう。ミニートにねだいぶ経験点使ったからね。お待たせいたしました、2番。シンカー、よし。パワー比がないとやっぱパワー B 欲しいな、やっぱり。安定して、うおーやべ走る、さすがだね。やべくん走るの無駄になるね、毎回無駄になる。やべすげえな、また出てる。よし、こいつはホームラン打つからやべが走らなくなった。走っても無駄でやんすみたいな。なんか負け運持ってるやつ多くねえか。悲しいよね、負け運の特殊能力ずっと。実際のプロ野球選手でパープロね2018が出ますからね。まあ俺はそもそもプロ野球選手はわからないからね。そのどう変わったかとか。71か、これは絶対に上げておこう。こいつ小高ちゃんパワーカーストすんじゃん。28だからね、カンストしたな。めっちゃマッチョの小高ちゃんが出来上がった。キャッチャー誰が出てんだろう。まあ置いておくのは置いておくか。お待たせいたしました。誰だ。両方出てたな、水月と小高ちゃん、まあ、どっちかがサブポジのあれで出てるんだろうけど、わからん。これだけだと、まあ、タイム押せばね見れるっちゃ見れるんだけど、まあいいや別に。赤原も普通に出てるね。しっと、ちょい待て、今のは無理だったな。ホームランをもう一本、こうかけた方が欲しくなってきた。今の甲子園だったらいかなかったよね。甲子園の方がでかいからね、球場が。で7の4はちょっと寝るか。総合力 B、これはもう無理だよね。 43% はさすがに。どうする、総合力 A になるようにする。もう少しを、キバパワー欲しいな。取っちゃうか、キバは本当に厄介だからな。パーキ取ろう、合格も取ろう。ちょっとこの2つ固めよう。念には念を入れて。お待たせ。甲子園ノーアウトランナー一塁という場面で松並投げました。よし、打ちました、痛烈、いったね。パワーヒッターと広角打法のおかげなかったらちょっと詰まらされたよね、多分だけど。キャハ、爆速はやだな本当に。満塁、追加点のチャンスです。ツーアウト満塁という場面で松並ボール、まずは低め、ここでインドを渡してやる。爆速ストレートを見送ってボール、カウントは2ボールノーストライク。第3球、俺の勝負力が勝っているはずだ。
チャンス持ってないけど、ゲー落ち出した。まあいいや。押し出しって結構ショックだよね。ピッチャーとかやったことないからわかんないけどさ、結構精神にくると思うんだけど。よし、0点に抑えたな。いや、いいね、経験点入るね。60か。試合経験点ボーナス、ちょっと誰持ってるか見よう。このデッキだと野球ちゃんないよね、別に。トークにはない。次、みなずきくんはね、持ってたと思うんだよね。試合経験点ボーナス持ってるよね。で、ほむらちゃんはないはず。ない。コナカちゃんもないでしょ。ないよね。で、エクちゃんは彼女キャラだからそもそもないはず。彼女キャラの固有でさ、まあ、5% でもいいからさ、試合経験点ボーナスついてたらいいんだけどね。あー、45になればこいつ試合経験点ボーナスつくのか。ってことはもう45を借りよう。最低でも SR プラ5だな。まあ、もちろん PSR だったらレベルが高ければ高いほどいいんだけど。小高ちゃんがいるからだいぶ技術が伸びてるね。で、あとはまあいいか、ちょっと置いとこう。総合力 A にはならないな、これ多分。妄想2回やっても無理だよね、届かないよね。さっき妄想しとけばよかった。どうなの。うわっ、スプリット。ワンボールワンストライク。第3球を投げた。ボール、内角低め。カウントはツーボールワンストライク。投げた。スプリットが多いよ。ストライク。第5球投げた。ちょっと待って、これ大丈夫だよね。ボールカウント3ボール2ストライク。第6球を入れてくるか。入れてくるね。4点も入った。いや、さらに2点入られてる。点は取れるときに取りたい。これ落としてくる。違う。いや、うまく対応できた今のは。一瞬の切り替え。いや、スプリットかと思ったんだけどね。 OK、 これストレートだ。だから スプリット嫌いなんだよ。こうストレートとあれがわからん。しらすリードで迎える1球投げることでこいつめっちゃ減るからね。スタミナのゲージが。あー、もうちょっとだけ左上か。まあいいや。まああとはね、サクチャレ応援ガチャでどなたが出てくるか。7位とか入ってたからね。宮崎くんパワー98。これはもう無理だ。いや、ちょっと妄想しよう。あと1回練習の機会があるけど。総合力 B か。 D が1個あるからね。走塁が C になったとしても別に A にはならないよな。判定がよくわかんない。数値的なものがなくな。ゴタスゴタスゴみたいな。シラス、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番松並。見送ってストライク。いいところ投げてくる。第2球。まあいいや。もう一回気を取り直していこう。クリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは松並。フォーク。結構落ちるね。4あるからね。投げました。俺はカットボール。バッター追い込まれました。投球は3球目。投げました。バッターの足元。さあ4球目。ストレートだけどボール。さあ5球目。これは打った。これはいい当たりだ。結構ギリギリだったな。
バーンと投げてるか、もうスタミナないのに。もうへばってんじゃないか。おっと根性持ってたっけ。2球目ストライク。投球は3球目投げた。打った強い当たり。息の根を止めた。さて最後、青が来てるね、青が来てるね。ただまあ上げられるのは上げておこう。パワー A にしとこう。 A にする必要ある？なんか B でも大丈夫な気がするんだけどな。ちょっと練習を見よう。4パーでいった方がいいよね。小高ちゃん99。ヤギウちゃんの方があれか、みなずきの、ヤギウちゃんのあれを上げるっていうのも4か6かだったら、ちなみにメンタルは76か。なんかいけそうな気もするけどね。で、4パー怪我しないかって言われたらそんなことないからね。怪我するときは怪我するからね。ちょっと上げられるだけ上げとこう。A までいけんな。よし、これでいこう。肩がなんか上げられる。あ、守備もちょっと上げとくか。あ、C あればいいや。別に経験点自体はね変わらないからね。アウトコースとか、さーてと、じゃあ能力はこんなもんでいいからチャンスは取ろう。あとは固め打ちも取っとこう。粘り打ちも取る。意外性、初球、体当たり安、低球質だはまあ別にいいんだけどさ、置いとかなくても。内角質だ、技術が完全になくなったな。いや、しらす作者では結構レベル高そうだな、これ。食い込めなさそう。バッターは松並、第9。これは決めてくるか。さすが一ノ瀬。第2球。これはどうよ。これは見送っても、おー、際どいね。ワンボールワンストライク。第3球を投げた。ボール内角高め、大きく外れました。カウントは2ボールワンストライク。これ入れてくるか、スクリューか。次は5球目。投げました。外角低め、外れてボール。いや、スクリューだらけだな。ボールツーストライク。これはストレート。よーし。しらすリードで迎える3回です。先ほどホームランを放った松並。カーブ見送ってストライク。第2球。投げました。スクリューか。タイミング合いません。この球種だとね、カーブが一番打ちづらい。投げました。よし。スクリューはね、まだね合わせられる。シラスリードで迎える。そんなにね曲がりが大きくないんで。ツーアウトランナーなしという場面で松並、今日2打点を挙げています。もう1本打てればカウントワンボールワンストライク。ま、反対なんだけど投げた。あー、ちょっとシュート意識しすぎたな。次は4球目投げた。スクリューは、スクリュー多いね。アウトコースへ。カウント2ボール2ストライクです。やっぱ左だから投げた。これはいい。スクリューに自信を持ってるのか。はい、これも守君に勝ってるね。守君はね割と速球派なんで。松並、今日3打点を挙げています。第2球投げた。変化球ストライク、際どいね。第3球を投げた。インローフォークばっかだね。さあ4球目、これはボールだよね。カウント2ボール2ストライクです。ライジングキャノン。いった、はい、どうだろうね、経験点的には。まあそれなりにいったとは思うんだけど。で最後エクちゃんもくれるんで。いやー、しらす応援ガチャがね、誰来るかだよね、本当に。
台車でさ、どっから台車持ってきたの？どっからっていうか、そのケーキ受け取ってからさ、お店からずっと高校までガラ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 持ってきたのかな。最後にホムラちゃんがエピログケーキってくれるんだ、忘れた。よく忘れるな。一応こいつもくれるけどね。これおまけだよね。30くらいくれるとね、結構でかいんだけどね。これ A にはなってないはず。 A になってれば最後に経験点くれるんだよね。その総合力全部、その全部を足して総合 A になってれば、まあ7600か。それでもまあそんなもんか。まあ別に今回能力は大して気にしてないんで、大打深みさんを取っとこう。気迫も取って、満塁も取って、定休取って、あとは、なんかそれっぽいやつ、リベンジ取って、イン取ってあるから、アウトはいらないよね。盗塁アシストも取って、なんか知んないけど、敏捷が余ってるからあげとこう。盗塁せっかくだから取っておく。で、怪我しに来たもん。せっかくだから取っておいて、内野安打取って、あとなんか、ないか。よし、じゃあこれとこれで、まあ、ポイントはいい感じに、使ったんで、まあそうですね、とりあえずコツとしては、まあコツっていうか、やり方としては、まあ多分コツはね、潰さないで基礎経験点に回して、まあ青コツをね、数多く踏んでいくっていうことですかね。で、まあ枚数にもよるんだけど、やっぱりね、天才の入部届は、まあ、もちろんあった方がいいと思います。俺は結構残ってるんで、多分、もう多分10枚単位で使っていくと思います。まあどれだけできるかっていうのもあるけどね、3月の最後の方だから。やっぱ何にね、3月の年度末って忙しくてね、まあ、時間が取れるかっていうところもあるんですけれども、まあだからデッキは特攻3でなるべく組んで、でコツは掘っておいて経験点に全てを回していくというやり方でいけば、まあ基本はいいと思います。であとね、みんなのレベルが高そうですよね。みんなすげえ経験点叩き出してきそうなんでまあ上位に食い込めるかはまた謎ですね。とあと、まあ報酬が誰かに、よるんですけれども、まあ一応、それなりに頑張っていこうと思います。というところで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。